請求は。坂本龍馬、生まれ落ちたあばら屋の庭に立たず一本松、その根のもとに落ちた一つの雷が一里十里百里先まで鳴り響いた。人々はそれをこう呼んだ。到来
と外れな恨んない気が利かない目覚まし YouTube で一番開くアプリ開いてください。
段開いてください。早くしろよ。もう痛いですよ。で、いなりアンダーバーバンド、ガマジでいなりアンダーバーバンドって検索してください。で、一番上に出てくるあの静岡のロックバンドって書いてあるやつ、今すぐにフォローしてください。先に中身見る前に先にフォローしてください。フォローしないとね、次に進まないから。全員フォローします。もうフォローしてるぜって人は、TikTok 見てるので TikTok フォローしてください。抜かりないね。っていうのも、稲荷っていう静岡のバンドを今コピーしてるんですけど、そのスタッフをやってまして、なので、今フォローしてもらうと、稲荷4人と私が喜びますので、ぜひぜひ、かっこいいなって思ってもらえたら、フォローを外さずにしていただけると、喜びます。で、12月の23日に本家が草原っていう静岡市のライブハウスでライブするんですけど、しすぎだよ、宣伝。で、アベカーズっていう、トコハの OB のライブもそのライブに出るんですよ。さっき、レン君がさよならポエティやってた時に、さよこの T シャツ、さよこの T シャツ、でアベカーズの T シャツ一人だけ着てたんですけど、のアベカーズと、本気の稲荷が出るんですね。よかったら、みんな行くもんね。はい、僕らは行きますんで、よかったら来てください。お願いします。お願いします。お願いします。待ってます。今ね、全部本家の話ですよ。私たちは全然出ない。I'm not afraid.
はい、改めまして、いなりのコピーバンドやらせていただきます。いなりです、よろしくお願いします。学祭最終日、最後のバンドは、まあ、我々いなりになったんですけれど、皆さん疲れてないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？まだまだ盛り上げられますか？本当にあの学祭は、まあ、去年はあのここではできなくて、今年、まあ、ようやく、まあ、草薙キャンパスでライブをやるっていうことになって、すごいあの素晴らしいステージと照明と PA と、そして皆さんに来ていただいた、来てくださったおかげですごく楽しい学祭になってます。本当にありがとうございます、皆さん。であの何よりもこのコピーバンドって、まあ、そうインディーズバンドみたいなので、インディーズバンドなんですよ ね、そうですね。インディーズバンドなんてなかなかあの聞いてみた動画とかカウケの動画とかが見つからなかったりして、で我々どうしてるかっていうと、あのなんか本人以外本人にあの弾き方の動画を解説付きで見せてもらってました。これ聞いて、あ、大丈夫。そうなんですよ、あの本当に本人たちにすごくよくしてもらって、めちゃめちゃ感謝してるんです。本当にいなりの皆さん、そして見てくれた皆さん、ステージ設営していただいた人付きさんに聴いてる皆さん、あなたたちのおかげで、そう、あんたらが
家になった方がいいです。政治家になった方がいいです。進路決まっちゃいましたけど。そういうことで皆さんアンコールありがとうございます。じゃあ、 残り、2曲やるんですけれど、最初にやる曲はですね、一番最初にやった到来という曲の、2年前にリリースされた、リリースじゃないな、今リリースされてるやつとやつの違う昔のアレンジの版、そうです、今のアレンジの版、こういう昔の到来を、いや、ごめんなさい、正直僕も歌詞覚えてるかわからないです。歌詞が、歌詞カードもないしウェブにも載ってないから頑張ってこうやってなんか特殊なアプリを使って小滝がリスニングを頑張りますから、ちょっと確認入りますね。少々お待ちください。草原のライブに行ってもこの到来は聞けない、このバージョンの到来は。これらがオリジナルとしてももう嘘しちゃってよ。到来2頑張って、ボーカルの人の、ね、声を拾ってそっちの歌詞を起こしてきたんですけどね。ということで、ではそのちょっと皆さんの知らない変わった到来を、やりたいと思います。その前に一つ小話を。時は幕末、土佐藩の藩主坂本龍馬、生まれ落ちたあばら屋の庭に佇む一本松、その根のもとに落ちた一つの板槌が一里、十里、百里先まで鳴り響いた。人々はそれをこう呼んだ。到来。Thank you.
最後まで盛り上がっていきましょう。庭に佇む霊光祭。